皆さんこんにちは。新聞連載こぼれ話のお時間です。この動画では産経新聞で連載中の日本の道東で扱った人物について記事に入りきらなかった小話をお話します。今回のテーマは朝霞淡白です。この人物は江戸時代初期に生きた儒学者であり水戸学者です。大日本紙編纂の拠点である商工館の総裁として知られています。産経新聞の連載では水戸生え抜きの淡白がさまざまな学派と穏やかに交わりつつ、徳川光圀の志を受け継いで大日本史を丹念にまとめたこと、そして社会が栄えるのも滅びるのもそこに関わっている人の真面目さにかかっていると主張した面にフォーカスしてまとめました。記事本文は概要欄のリンクからご覧ください。それでは参りましょう。朝霞淡白というとですね、前回に引き続いて水戸黄門の郭さんということで、こちらはですね記事の方にも書きました。郭さんと同じく助さんもですね笹自竹という人物がいて、2人でですね大日本紙編纂のために東方清掃したというようなことがありましたけれども、この朝霞淡白という人はとっても穏やかな人柄でしてね、まあ、水戸黄門の中で郭さんというとどちらかというと真面目な武闘派という感じなんですけれども、むしろ実在の淡白という人は穏やかさの方が目立つ人だったと言われています。あの水戸光圀がですね最後晩年の青山荘で詩を書いたりして過ごしている時に、この淡白と一緒にいる時にはですね2人でくじを作って、でそこから引っ張った漢字を使って詩を書いたとか、あるいは菊をですね作ってそれを楽しんだとか、非常にですね穏やかなエピソードが残っている。でこの穏やかさというのは他の学派と交わる時にも大きく生かされたようで、まあ、淡白という人は基本的に他の人から恨まれるということがなかったようです。とはいえ淡白はですねじゃあ何でもいいと言った人だったかというとそうではなくって、他の水戸学者たちをまとめてですね大日本史を編纂していくわけですから、当然編纂方針であるとか、あるいは文体であるとか、何を取り上げるかっていうことに関してはですね非常にしっかりした方針を定めて、光圀亡き後のですね大日本史編纂をリードしていったと。まあ、彼なくしてですね大日本史というのはできなかったというぐらい立派な人。ただ立派な人といってもそこにですね非常に強いリーダーとして人を支持して引っ張っていくというよりも、よく人の話を聞いてですねそれをまとめて、でかつ光圀のもともとの考えはどうだったのかということを引き合いに出しながら意見を集約していくという、まあ、そういったところに長けた人ですから、まあ、穏やかだからといってですねリーダー素質がないというわけでもなく、また強くてですね自己主張をどんどんしていけばリーダー素質があるというわけでもないことが、こうした人柄からわかるわけです。でその淡白についてですね穏やかさというものの例の一つとして、まあ本来であれば次回使う荒井白石の話にはなるんですが、白石がですね聖徳の地というのを終えざるを得なくなった7代将軍家継の死によってですね彼が江戸城から出されると。そうするとこれは事実上の失脚になるわけですから、当然反白石派の人たちは我が家得たりとばかりにですね白石をその日のうちに、つまり彼が役目を解かれた日に即日家からですね出てけと、屋敷から出てけと言って追い出してですね、彼は住む場所もまだ決まらないままに追い出されるという事態になった。まあ、それだけ反白石というのが強かったわけですから、これに対する風当たりっていうのは想像を絶するものだったわけです。で人間というのは非情なもので、そういうふうになるとですね白石と距離を置きたがる人たちも出てきて、ついにですね白石の周りには誰も人がいなくなるという、まあ、そういった事態になりました。この中には本来盟友であったはずの室九僧という人物も含まれていて、まあ、九僧の名誉のために言うと、九僧は白石の名誉回復のために一生懸命動いたんですけど、白石が絶対に嫌だと、
自分を追い落とした連中、あるいは自分に対して批判的な八代将軍吉宗に取り入るなんて必要はないと言って、かなり頑強に跳ねつけたために、九曹ももうこの人と関わっているのは嫌だと言ってですね、離れていっちゃうんですけれども、まあいずれにせよ落ち目になった時の人の引き方と潮の引き方っていうのはいつの時代も変わらなくて、まあ白石の場合もひどかったわけです。ただこういう風になって最終的にですね、今の新宿御苑のあたりの内藤新宿という場所があって、そこに白石は追いやられるわけですけれども、この何もないとこ、今の新宿と違いますから、内藤新宿っていうともう荒野でしたからね、木も草もそんなに生えてないっていうようなひどいところだった。そこにいた時に実はですね、何も昔と変わらずに手紙をくれたのがこの朝霞探白だったんですね。で、もともと木下純庵の門下生であった新井白石や室九曹といった人たちは最先端の学術をやってるという自負があって、それだけ少しエリート色があるような人たちだったんです。したがって朝霞探白についてもですね、どこか田舎者扱いしているような風があったんですが、探白はそういったことを言われたり感じたりしながらも、白石が落ち目の時には何も変わらずに手紙をよこした。そして白石の書いたものに対して感想を言ってきたり、自分の考えを述べるといった何も変わらない付き合いをしたんですね。これはすごいことで、探白という人の穏やかさというのが単に優しいだけではなくって、意志の強い優しさであったということがよくわかるエピソードです。最終的に白石はあれだけちょっと田舎臭いとかですね、粗雑だと批判していた探白に自分の著作の序文であるとか肯定であるとかを、やっぱり彼であるからこそ頼めると言って頼むということになります。まあ、このように淡白というと穏やかということが特徴としてよく言われるんですが、穏やかさというのは一つ強さがなければできない。そしてそういった強さのある穏やかさだからこそ他の人たちと本当に交わることができる。よく勘違いされやすいのは、自己主張がなくって誰が何言ってもそうだねそうだねって言ってニコニコしていて、あまりぶつからない人の方が穏やかだと言われがちですが、こういうのは儒教では狂言は徳の俗なりと言ってですね、単純にヘラヘラしていて人とぶつからないでいい人を演じてるようなやつは毒にも薬にもならないと言って孔子は嫌がったんですが、淡白は全然そういう人ではなくって、きちんと人の話を聞ける、聞けるというのは自分に軸があるからで、自分に軸があった上で人の話を聞いて、それときちんと向き合うということを通じて初めて人の信用を受けることができた。ここには本当に人のことを敬い、そして人のことを本当に愛することのできた人柄だからこそ作り上げられた穏やかさがあるじゃないかなと。で、そこを持って初めて大日本史というですね、あの日本史上の大量の人物というのを扱う歴史書ができたという点、この点を押さえなければ水戸学というものを理解することはできないんじゃないかなというふうに思います。以上、朝霞探白についてお話しました。次回は新井白石についてお話ししたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。